これまで考古学者らにより発見された中国の新石器文化には以下のようなものがある。規模が大きなものには東北の両河流域の文化、河北の黄河流域の文化、下中の長江流域の文化があるほか、周囲の河南地方、台湾、チベットなどでも様々な新石器文化が発見されている。これらの文化が中華文明へと交流していったと、 理解されている。最初の一覧表は、時代が古いものから新しいものへの順で、次に時代と地域との関係を示した表を挙げている。以下の表では、紀元前7000年から紀元前1500年までの間の各文化を地域別に示している。新石器文化は無印で、青銅器文化であるものにはがついている。年代には、研究ごとになお多くの移動がある。 この地図では中国を9つの地域に分けている。中国東北部、内モンゴル自治区、国旅高省、吉林省、遼寧省中国西北部、甘粛省、青海省、仙西省西部高河中流域、山西省、河北省、河南省西部、仙西省東部高河下流域、山東省、安岐省、チャンス省北部、河南省東部長江下流域、 チャンスー省の大部分及び、石耕省長江中流域、湖北省と湖南省北部支線省と長江上流域中国島南部、福建省、厚生省、広東省、厚生地湾族自治区、湖南省南部中国西南、雲南省、貴州省。ありがとうございます。